じゃあ、 あのアルビマイクロ弁当が第9弾のやつ発売が決定して今販売をしております。今目の前にお弁当があるんですけども、実際先にちょっと食べてみましょうかね。この重さがいいですよ。たっぷり入ってるからずっしりね。アルビマイ、いただきます。わー、いいですか、いただいちゃって。まあ自分で作ったんでなんですけどいただきます。いただきます。うまい。今回が第9弾アルビ米食べ比べ炭火焼き鳥重ですね。これ食べ比べるのは普通食べ比べっていうと米の食べ比べなんだけど、うん、米はもうアルビ米一択なので、焼き鳥を焼き鳥を食べ比べたみたいな。そうなんですよ。アルビ米もあれですよね、新潟県産のコシヒカリですよね、うん、もう新潟県産のコシヒカリ最高です、うん、もちろんね。でこれタレの焼き鳥と塩のタレの焼き鳥で、うん、これポイントどこなんですか。ポイントは肉の一緒に開発してるんじゃないですか聞きはしましたけどねある程度。そうそう、これは味見専門の方ですそうそう、開発者の方これはね、本当にもうね、おかずがいっぱいで、うん、なんか焼き鳥って私は結構塩派なんですけど、うん、でもタレ、物によるタレ食べたい時とかあるじゃないですか、うん、その迷うんだけど、そのどっちもありっていうところ。このタレがちょっと甘めですか。そうなんですよ。いいっす ね, ね。で、なんかこれご飯がアルビマイコロベットってお米の量が多い、お米の量多いですよね。なんか魚六さんでいつもお弁当出されているのよりも何十グラムか多いんですよ、アルビマイコロベットって、うん、だけどなんかおかずがいっぱいなのでペロリと食べられちゃう。私結構お昼食べてるんですよ。全然食べれますね、ペロリとね。うん、うん、実際に稲刈りとかして収穫するとこのお弁当もひとしおなんじゃないですか。愛着が湧きまくってますよ、うん、ね。みんな食べてほしい。今年はね、やっぱ、うん、あの猛暑で、うん、もうお米たちも、うん、アルビ米もぐっと頑張ってくれた、うん、暑さに ね, さにね、それでもたくさんできたので、うん、ぜひ食べてね、はい、会いたいなと思います、はい、でみんな本当食べてくれてるんだろうかっていうのがやっぱ気になるんですよ。そうですよね、うん、食べてくれてますか。どうですか。魚六さんでもう全店舗で売ってますからね、はい、主題も手入れ主題浜店が気になるっていうね DM とかいただくんですよね。そこはまあ、うん、あのちょっとキッチンのね、あの運営上というか、それだけちょっとできないっていうね、はい、だからそうそう、どこの店舗でもう作ってくれて売ってくれてるってことですよ。自然調理なんですよ。そうお店で調理ね。あとあれですか、スタジアムに持ってってもいいんですか、うん、これってもちろん持ち込んでも大丈夫。もちろんですよ。じゃあスタジアムでこういうのをこうやって一緒に写して写真アップしたりとかしてくれてんの。してほしいな。時々でもいただきますよね、そういう写真。いやもうそうやってツイッター上げてくれてる人、そうですよね、 X 上げてくれてる人たくさん いますよね。だから朝魚六さん寄って、うんうんうん、まあ、お弁当含めてね、うんうん、買い物してスタジアム来てくれて、うん、お昼飯食べて、はい、帰るか帰る。スタジオ観戦して五六三寄って、うん、お弁当買って帰る人もいると思います、うんうんうん、そうですね。あのいろんなメッセージ発売されると届くんですよ、うん、いただくんですけど、はい、その中にあの上越でも食べたいっていう声があって。なるほどね、確かに。そう今五六があるのが魚沼のところまで来てる、うん、ね、ああ。じゃあ上越ないんですけど、今度実は魚六さんの上越店がオープンです。おお、ありがとうございます。そうなんですね。もう上越でも食べまーす。そうなんだ、食べちゃうよね。そっか、食べてみたい食べてみたいっておっしゃってたのは、うん、そういうことなんですね。そうですよ。はー、オープンか。じゃあ本当に新潟県内くまなく来ましたね、ついに。ね、上越進出。おお、じゃあこのアルビマイコロ弁当も上越上陸っていうことでいいでしょうか。上陸ですよ。ぜひ食べてほしいですね。ということで、第1弾から第9弾まで今ここに出てると思うんですけれども、出てるでしょ。出してください。第1弾でしょ。第9弾でしょ。こうあるから、このようにたく
くさん開発してきましたけど、聞いてる、うん、見てます、はい、そして野沢さん、はい、まだニュースあるんですよ。なんと、はい、アルミマイコラボ弁当第10弾が発売できる、つまり、はい、3年目突入できるということが決まったそうです。すごい、ありがとうございます。すごいですね。すごいですよね。いや、これはでもサポーターの、はい、まあ、ファンが、はい、アルミマイコラボ弁当のファンの皆さんが、はい、たくさん食べてくれてるからですね、うん、そのおかげなんですよ、うん、はい、なのでぜひ第9弾も皆さん感想を寄せていただいて、第10弾にいい感じでつなげられたらなと思っています。ということで、いっぱい喋りましたけれども、はい、何分の動画にまとまるんでしょうね。よく喋りますね。いやいやいや、喋ってください。本当にということで、はい、アルミマイコラボ弁当第9弾、ぜひ皆さん食べてくださいね。食べてください。はい、美味しいです。お願いします。またねー。